公明党公認、自由民主党推薦で大阪市会議員選挙にこの度初挑戦させていただきます今田信行です。私は皆様の声を政治に、また国重徹衆議院議員の秘書として生活者目線の政治を進めるべく多くの声を聞いてまいりました。そういった中で防災減災に力を入れてほしい、またこの花の交通網の整備をしっかりしてほしい、またこの花区の経済の活性化を元気なこの花にしてほしい、その声を必ず形にする、実現すると決め、本日より皆様と一緒に素晴らしいこの花を作るために死に物狂いで戦ってまいります。私自身3つのビジョンを掲げ戦ってまいります。災害に強い安全のこの花、また2つ目が誰もが住みやすいこの花、3つ目が経済の活性化で元気なこの花であります。2025年大阪・関西万博を起爆剤に、この花の住みやすいさらなる整備をしっかり進め、皆様がこの花に住んでいてよかったとしっかりと実感していただけるように全力で取り組んでまいります。そのためには必ず、また断じて勝たねばなりません。どんな楽風が吹こうと、敵に突き放されようと、絶対逆転するこの花のまさかが実現の戦いをこの場より起こしまいります。どうか皆様のお力をお貸しください。どうかこの花のために仕事をさせてください。心よりお願い申し上げ、ご挨拶をさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。今田信行、死に物狂いで頑張ります。戦います。よろしくお願いします。今田信行、本日より全力で戦ってまいります。頑張れ。心の中、死に物狂いで戦います。